私たちはですね、常に、ニュースタンダードというものにチャレンジをしていきます。私どもソフトバンクは、ソフトバンク 5G そして XR の技術を使って、Dリーグ様をしっかりサポートさせていただきたいと思います。今までダンス業界で見たことのないようなダンスの体験というのを皆さんに提供していきたいというふうに思っております。 AR スクエアですね。これ皆さん全チーム4名ずつご参加いただいて撮影させていただきましたけれども、見たい振りをこの正面から見たり後ろから見たり真上から見たり、いろんな角度で見ることができるっていうのがこの AR の素晴らしいところなんですね。アプリをダウンロードしていただければ D リーグのコンテンツは無料でご利用いただけるように準備させていただきました。これか、あ、来た、いました、うわー、ケインくんだ、やばい、ケインが踊ってる、おー、すごいです見てる場所を変えれるの、うん、迫力が倍になってますね。すごい。ソフトバンク株式会社のコンテンツ推進統括部の都築と申します。よろしくお願いいたします。AR スクエアというのは、ソフトバンクが今提供している 5G ラボというサービスの一つのサービスとなっていて、まあ、Dリーガーが実際に、目の前に現れて、目の前でレッスンをしていただいたりとか、あるいは一緒に、映り込んでダンスを、撮影することができたりとか、そういうサービスになっています。まず AR スクエアを開いていただいて、トップから、お好きなチームあるいは選手を選んでみてください。でその選んだコンテンツの中から、自分が見たい、ダンスを選んでいただき、ダウンロードしていただけたらと思います。でそのダウンロードしたコンテンツはマイリストに、一覧表示されますので、その一覧から見たいコンテンツを押していただければ、スマートフォンでそのまま簡単に見ることができます。 AR スクエアは、大きく2つ楽しみ方があります。1つは、360度お客様が見たい視点からダンスを見ることができるというところで、しかも 0.5 倍速であったりとか、実際のスピードではないゆっくりとした形の振り付けを確認することができます。また位置固定というものを使うと、ダンサーの位置を特定の位置に固定することができるので、実際に一緒に映り込んで撮影ができたり、今までにないような撮影の楽しみ方があります。 AR スクエアのインストール方法は、iPhone をお使いのお客様は Apple Store で、Android のスマートフォンをお使いのお客様は Google Store で AR スクエアと検索してダウンロード、インストールしてください。AR スクエアは、特別な登録あるいはログインは不要で、 D リーグのコンテンツのみご利用いただけますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。また、D リーグアプリからも動画一覧の中から視聴することができますので、ぜひ D リーグアプリからもご利用してみてください。それ以外のサービスとして、VR とあと FR と2つのサービスを用意しております。 VR はお客様が実際に試合会場で見るよりも前の席の映像を見ることができるので、とても臨場感ある体験ができるのが素晴らしいところです。もう一つの FR というのは、4つの画面を同時に視聴することができるので、見たいところを選んで見ることができる素晴らしいサービスとなっています。今後の配信コンテンツとしては、VRFR はこの前11月15日に行われたプレスカンファレンスで各チームが踊られたダンスを VRFR で配信いたします。 AR に関しては今後11月27日から毎週金曜日コンテンツを提供していきたいと思っております。まずはじめは一緒に踊ってみたというところで、 D リーガーが初級、中級、上級に分けてそれぞれダンスを踊っていただいておりますので、皆さんどのダンスが踊れるか挑戦してみてください。そしてシーズンに入ってからはより一層楽しんでいただけるコンテンツを用意したいと思っております。実際の試合の VRFR のライブ配信、また実際に踊られたダンスの振り付けを AR でレッスンの企画等を準備したいと思っておりますので、楽しみにしていてください。我々が持っているまさにその XR のコンテンツとの親和性が高いというところにあります。 D リーグの
ビジョンとして見せ方のニュースタンダードを作るというビジョンがございますが、そのビジョンに我々のこの XR の領域、 5G の領域というところは非常に貢献できると思っております。我々が持っているもので D リーグのファンの皆さん、あるいはダンサーの皆さんに今まで見たことのないような映像を提供できると確信しております。我々ソフトバンクは D リーグのビジョンである見方見せ方のニュースタンダードを作るというのを体現させていただきながら D リーグを全力で応援していきます。よろしくお願いいたします。